皆さん、こんにちは。愛媛県西条市着物しおみ代表のしおみです。お元気ですか？今日は、外にやってきました。3月22日、何曜日だ？月曜日。今日はですね、第65回目のライブ配信をしたいと思います。動画配信ですね。今日はですね、いよいよ暖かくなってきて、まあ、昨日今日は暖かかった、寒かったり、雨降ったり、晴れたりとかね、しながら、さっきも、今日は天気が崩れるような感じだったんですけど、えらい晴れたり、さっきパラついたりなんですが、今日はですね、春のご提案ということで、春だ、桜だ、お花見だということで、愛媛県西条市の桜の名所をちょっとご紹介したいなと思うんですが、よし。ここ。はい、皆さん。これ、どこかわかりますか？ああ、綺麗。河津桜っていうかな、これね。少しね、ここちょっと危険な場所なんですけど、歩いてみたいと思います。こう着物を着て、こう桜の花見をね、こう楽しんでもらいたいんですけど、ここはね、あ、結構桜が満開です。いい感じでね、桜が。もうこう結構葉桜になってきてますね、ここはね。これはですね、ここがちょっと有名な会社ですね。ここ。ナンバープレートは映ったり関係ないけど、あれ、ね。ここは最近できたホテルがあそこにあります。スーパーホテル。はい。映ってます。こう、ズームもできるね。ズーム。おー。おー、こうスーパーホテルがね。できました。中に。これじわーっと動いていくからさ、意外と難しい。あ、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。すごいですね。これ中央病院、西条の中央病院と、が、この右手、スーパーホテルの側に今見えとる、この桜の後ろに、見えてます。で、こっちが、クラリーノで有名なクラレさんの間に、こう、川がありまして、その川のほとりの桜が、こんだけ綺麗に咲いてるんですけど、あと、西条の桜の名所は、たくさんあるんですけど、今咲いてるのは、ここがまあ、早いところですね。はい。で、部長の桜とか、西条市民の森っていうところの桜がすごい綺麗なんですけど、そこは結構皆さんお弁当とか持って、で、桜のアーチが市民の森はできるんですよ。で、ちょっと歩くの大変なんですけど、中腹までは車で行って、そっから、こう、ちょっと歩いて戻ってみたいなことしながら、歩くのも、こう、桜のカーテンをね、歩くことができますんで、まずはね、ちょっと今年も、どれぐらいね、自粛要請が出るかわかりませんが、この工場の中もすっごい桜で、毎年、桜の時だけ、工場の見学オープンに、してくれて、2日間ぐらい見れるんですけど、去年はちょっとなかったんか、なんか1日だけ開放したかちょっと忘れたんですけど、毎年やってくれてる、もうすごい桜の会社です。市民の森の方もね、いつも行きますんで、まだね、ぜひ着物で、明るめの着物を着て、やってもらいたいと思います。で、もう少しですね、何歩かシリーズ分けて、桜の西条のね、案内もしたいと思います。ということで、第65回目は、春だ、桜だ、お花見だということで、さよならしたいと思います。ありがとうございます。今日も風が強かったです。